さて、追っ始めるか。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。はあ、何言ってやがる。死ぬのはてめえの方だ。待った。命乞いか。もう遅え、今更聞けねえよ。そう見てた。もうせ、出た、バケモン。烙印が薄く、亡者ども早速来やがったな。
ところで終わっちまうぐらいなら、わざわざ生き残るかよ。さて、追っ始めるか。俺パンク、旅芸人の一座にいたんだけど、盗賊どもに襲われちゃってさ。すんげー剣。通より鉄板？重さどんくらいあんの？あんたらのボスにことづて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た。それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ？盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。ありがとう。殺されるところだった。剣士を殺せ！奴が俺たちの仲間をやったんだ！助けて！食われてしまう！狩猟は人を食うんだ。人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え！黒い剣士を炙り出すんだ！これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの？俺はただ奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら、死んじまえばいいんだよ。見つけたぞ黒い剣士。ここで殺す。
貴様か。我ら首都をつけ狙う黒い剣士というのは。餌となれ。何のつもりか知らんが、人間風情が我らに盾つこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。さて、追っ始めるか。ゴールズ、道開けな。体をよこせ。晴らすまでは。まずいよね、これ。限界だぜ。痛い、痛いよ。死にたくない。絶対に許さない。気づくと手放しちまってるんだな。気もせず出てきやがるもんだ。ガッツ、休んでる暇はないよ。恨みがあんのはてめえらだけじゃねえ。いい加減こいつらも見飽きたぜ。さて、
追っ始めるか。街のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。見つけたぞ。確保せよ。殺さないで。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。剣士を捕まえるんだ。おい、あんた、こっちだ、早く。困るんだよ、あんたに捕まってもらっちゃ。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。この先に城の抜け道があるのに。痛い、痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みをさあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。頼む、代わりに伯爵を殺してくれないか。自分のことぐらい自分でやりやがれ。ワイズ、なんでそういうことばっかり。あれか、伯爵の城に乗り込む。な、何者だ。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。ここは通さんぞ。ここを通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。黒い剣士、どれほどのものか。鉄をぶち込んでやる。
なるほど、戦士として一流というわけか。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。嫌だ、死ぬのは嫌だ。